鹿児島ラーメン界のカリスマ、奇跡のコラボ実現。10月14日から3日間限定、丸屋ガーデンズ7階キッチンジャックで開催。史上最強の鹿児島ラーメンを体感せよ。どうも、おやっと沢です。入江健です。今回は指宿の名店竹虎さんにお邪魔しています。10月に開催される丸屋ガーデンズはキッチンジャックのイベントの打ち合わせ、PV 撮影も兼ね兼ね、そしてマイナーチェンジしてさらに美味しくなった買い物だけをいただきましたよ。最後までお楽しみください。JR 指宿枕崎線指宿駅から徒歩5分くらいのとこにあります指宿市大牟礼竹虎さんにお邪魔します。こちらが竹虎さんのメニューになります。今回この中から買い物だけをオーダーしました。さあ、 PV 撮影で厨房を撮影している間にラーメンが来たので慌てて撮影モードです。着丼です。さあ、いただきますということで、まずは指宿山川さんの本枯節をぶっかけていきます。そんなスープをすすると、いや、このスープやっぱうまい。そしてさらにうまくなってます。スープのベースは黒豚豚骨と赤薩摩鶏の鶏ガラ、そこに秘伝の返しだれを配合。今回の改良店で黒豚の高級背脂を取り入れたとのこと。本枯節の香ばしい風味とマイターチェンジ前と比べるとより深みのあるコクと奥行きを感じられるうまいスープ。そんなスープからリフトアップしてきた麺は中細ストレート麺。いやいや、この麺もやっぱうまい。スクエア形状で表面はつるっとした麺、ちょうどいいコシにもっちり食感。麺とスープとの相性がよく、しっかりスープをまとい口まで運ぶと、スープのうまみとともに麺自体のうまみと香ばしさがバランスよく口に広がり、うまみが口にじゅわーっと広がってきて、じゃんじゃんずるずると最初からいけちゃううまい麺。そしてしょっぱなからこの本枯節が麺にもしっかり絡みつき、麺をすするたびに本枯節のいい香りがしてきます。そんなうまい麺を追っかけるように再度スープを捨てき、この竹虎さんの買い物だけのスープさらに美味しくなってるよねっていうことを再確認した後は、はい、チャーシューです。いや、このチャーシューうまい。箸でつまんだだけでホロホロ崩れるぐらい柔らかチャーシューでめちゃめちゃうまい。次は黒豚のしゃぶしゃぶ肉、これもやっぱりうまい。肉感を感じつつ噛めば黒豚の肉のうまみをしっかり感じられます。てなわけで中盤から終盤に差し掛かって、この開門岳のうまみ、そして優雅さを感じつつも、しっかりしゃぶしゃぶ肉やチャーシューと麺と一緒に食らっていったり、しゃぶしゃぶ肉、チャーシュー、きくらげ、もやしなども一緒に口の中に含んでいけば三味一体になってめちゃめちゃうまい。最後の一口の麺を食らえば、スープにしっかり浸した味玉を一口でパクリといただけば、いや、この味玉うまい。とろとろ半熟食感、スープと絡めて食べるとさらにうまい。そんな竹虎さんのお店の詳しい情報は動画下の概要欄にありますので、ぜひともチェックしてくださいね。
そして動画の評価ボタンよろしくお願いします。鹿児島と宮崎のラーメン情報を知りたい方はチャンネル登録をお忘れなく。今回はお腹いっぱいになったので揚げ玉は食べずにスープ完食です。竹虎の店主竹川代表に今回のイベントの意欲についてお尋ねしたところ、ゴーちゃんと一緒になって美味しいラーメンを提供するので期待してくださいとのことでした。マイナーチェンジされた開門岳もスープがすごく飲みやすくてうまい一杯でした。わっつうまかったです。ごちそうさまでした。